はいどうも、ダークネスローズです。えっと、こんばんは。今ね、ちょうど2時ぐらいなんよ、これ撮ってるの <laughs>、えー。えまあ、例のごとくちょっと寝てて、まあ、起きて、目が、目が覚めてからこれ開いてんねんけど、あーのー、これは、今日,今日の話、今日の話っていうか、ちょっと言いたいことっていうか、 あのコミュニ書いたこととは全然関係ないよあのコムドットの話したけどあれ,あれは全然関係ないよあのコンビニで騒いでたらなんとかっていう話やけどまあ別に俺あれ大して悪いことしたとも思わ <laughs>、うんしもっと騒げばいいやんって思うしもっと炎上させればええやんって思うけどぶっちゃけそのコンテンツ自体がそんなに面白いと思ってないから今んとこねなんかまた跳ね,跳ねるっていうか俺に刺さるような企画だったらまあ俺もっと応援するかもしれんけど、うん、っていう感じなんよね。 だからまあ、あれに関してはそれ以上言うこともないんやけどあ俺が気になったのはあのー、宮迫氏のまあなえっ、ー、とねわ枠じゃないわ、あのー、動画でちらっと本人が言ってた話なんやけど、あのー、今金あのー、金がカツカツみたいな話をしてたよ動画でね多分これあの見てる人動画見てる人は知ってると思うんやけど金カツカツやとでその 言ったらあメンバーっていうか、まあ、グ,ループグループというか、まあねあのー、手伝ってくれてるスタッフの人らもいるわけやんか堤君とかそんなんやったっけあの芸,芸人なんかな何の人なんかよく知らんけど、まあ、いるやんかそういう子たちにももちろんねその働いてる以上はさ、あのー、給料払わなきゃいけないし、まあ、その収益の中から出さなきゃいけないからもしその子たちを雇わずに1人で。 あのー、スタンドとか立ててさあの1人で喋ったり1人で企画やるんやったら、あのー、そりゃあもっと金稼げるけどみたいな話をしてたよね言ったらそのスタッフ全員クビにしたらあのもっと稼げるでみたいな話をしたんよねでまあ言った例え話やんか、うん、そりゃそうやったらそうなるやろっていう話なんよ、うん、であの <laughs> それをさで その後に、まあ、本音としてさ、そりゃ、金稼ぎたいよ、金稼いで隠居したいよ、みたいなことを言ってたよね。うん。あのー、どっち、この2つの話が、なんか、まあ、炎上、美炎上みたいにしてるんよね。あのー、スタッフへの愛情がないとか、なんか、冗談としても良くないみたいなことを言ってるやついるんやけど、何が良くないの当たり前やろ。<laughs> ただの当たり前や。 あの全員クビにしたら金稼げるって当たり前やしそれはねその人件費がかから人件費がやっぱ一番何事もでかいからそれはそれを使わなければ最大限稼げるのは当たり前やししかもその何やろそれでも店とかやったらさそのまあ店の規模とか形にもよるけど基本的に人を雇わないって難しいやん。 まあ,飲食店まあそのレストランとかそんなんでもさその料理するのは自分がやれたとしてもそのな注文取ったらんだかんだって客が忙しくなったらそれは人間は必要だしその分の人件費は絶対必要だから全員クビにするわけにはいかないやんか。でもちろんそのまあちっちゃいなんかなんだろうバーとかうん。 小規模なカフェとかだったらまあ1人でやってるところもあるんかなってあるけどそれはそれで今度は稼いでないやん言ったらだからそういうなんかさ飲食店とかそういうお店は難しいけど YouTube って極論1人でできるやん1人がコンテンツになるから1人でできるわけよただその テレビとかでもそうだけどテレビの番組とかでもそうだけど基本的にその大掛かりなことをしようとしたりとか企画をやろうとしたらどうしてもその人数が必要になってくるし例えば外で動画を撮るにしてもそれはねその自撮り棒みたいなやつを持ってさあとまあそういうスティック的なやつ持って、あのー、自分でねカメラ回してっていうか自分にカメラ向けて。 あの歩きながら撮ることはもちろんできるよ。だけどあれってさんだんブレるでしょはっきり言って。しかも自分で持ってるし自分で喋ったりするし言ったらなんか誰かにインタビューしたりする時でもそいつを入れながら喋るから角度的にめんどくさかったり、あのー、見る側も見,見づらかったりするやんか。だから基本的にカメラマンはいた方がいいし誰かがそ,のそれスマホで撮ってたとしても誰かが撮った方がいいわけよ結局。 だからスタッフってそれでもうすでに1人必要なわけよスタッフあのカメラマンがあのマネージャーが必要かって言われたらマネージャーいらないかもしれんけどあのカメラマンはまあ必要やんかだからその一般的な YouTuber でも2人とかでやってることが多いんよねまあ言ったらまあ2人でやってるって明確にしてる人もいるしその基本的に前に出るのは1人まあ YouTuber として出るのは1人やけどまあいつもカメラ回してる人がいるみたいな そのスタンスの YouTuber の人ってめちゃくちゃ多いよね。マネージャーはいなくてもね。だから、それだったら一人やんか。ね。行く一人やから、しかもこれ、多分そ接班、その、折半、その、本当に初めから二人で始めたんやったら折半やろうし、給料とかいうシステムでは多分ないと思うし、まあ、たまに手伝ってるんやったら、手伝ってる量の給料、なんか、日払いみたいな感じで渡してるんやろうし。 多分その程度で動画って回せるんよ、ねうん、まあ一人でやるってなるとちょっと部屋,部屋撮りのしゃべり動画とかやったらまあいけるだろうけどまあそれこそ宮迫氏とかやったら喋りで金稼げる人間やからまあ言うてもそれでもいけるからね。うん、いけるけどまあいろんな企画をやるって考えたらそれはまあスタッフって必要だよね。 だからその一緒にやろうやっていう形でやってるんだろうしまあ別にそのんやろうなチームん <laughs> やろうチームワーク的なんかあのん、ー、やろなジャンプの漫画的な、まあ、ワ,ンワンピースだけじゃないけどジャンプの漫画的なさその仲間の絆みたいなんでやってるのちょっと暑苦しくなるけどでもまあ言ってもそうやんか言ったらそれぞれがそ,のそれぞれの仕事をして。 で、そのいい動画を作ろうっていう話だから、俺もさ、こうやってまあ、その動画回したりして、喋り動画やとかやってるけど、なんでさ、その、例えば外で動画撮ったりせんで、別にさ、コロナとかどうでもいいんよ、ぶっちゃけ。だからしてないとかじゃないんよ。あのね、外で動画撮ったりとか、まあ、どっか店、店というか、まあ、そういう撮影許可が取れるようなところとかで撮ったりするってできないのかって、できるよ、物理的にはね。できるけど、なぜやらないかって言ったら、 1> 1人でやると本当に見づらいんよその動画ってもうブレるのもブレるしまあスタンド立ててもうほんまにもうカメラ固定でやるんだったらできるけどそれもそれでわざわざ外で撮る必要あるのかっていう話になってくるからすごい、あのー、難しいとこなんよだからどうせそういう企画やるんだったらもう一人は欲しいんよね誰か一緒にやりたいんよ誰か一緒にやってくれるんやったら外の動画もいくらでも撮るし そういういいネタももくらでややるんやけどねうんだからその宮迫氏の言ってることって当たり前のことなんよ。その人使わんかったら金稼げるのは当たり前やしでその本で言えば金稼ぎたいのも当たり前やしそれはそうや誰だってそうやろ。<laughs> 金稼ぎたくないやつはいるの,あの。金の重要度がその低い人はいるよ。いやけど それはさ、必要最低限でいいよ、俺。そんな別に金持ちになりたいわけじゃないからって言ってるだけであって、金がいらないわけじゃないわけやんか。だから、誰だってそれは金稼ぎたいし、楽してね。そう、楽して。これ重要なんよ。あの、額に汗して働くんじゃなくて、楽して稼げるのが一番いいわけやから。ね。一番いいのよ。そんな。当たり前のことなんよ。うん。なんかね、日本人ってさ、これよくいろんな人が言ってるけど、 なんかその楽して稼ぐってのがなんか悪いことだと思ってるやつ多すぎるんよねあれ。あれほんまによくない風潮だと思うわなんか。なんか額に汗して頑張って働くのが一番素晴らしいみたいなこと言ってる気色の悪いやついるやんよく <laughs> 気持ち悪いなと思って。なんで汗かかなかんねん。まあ、汗かかんで金が手に入るのが一番いいやろっていう。当たり前やん。 な,なんでそんなこともわからんのかなこいつなんでそんなにそんなに泥臭い努力がしたいんかなと思って。努力したけど勝手になんかお前あのカイジのあの地下労働みたいなのやっとけっていう話だよ。<laughs> やったことないからなそんなこと言えるんやん。俺はやったことあるから。まあ地下労働ではないけど、それに準じることをやったことあるからはあれやけど、やったことない人ほどああいうなんか綺麗事抜かすんよな。気色悪いわほんまに、うん。金に困ったことがないんやろうなって思う。 そういうい人ってな,なんか前にあのレペゼンのさ DJ 社長が言ってたけどねああいうきれいと言うやつって絶対金に困ったことないんやろなって本人が言ってほんまその通りだと思う金に困ったことないやつほどそういうきれいと言うねんなうん金が全てじゃないよとか言っちゃうんよねそれが言えるのって困ったことがないからその言ってなんとかなるやん言うて ATM 行ったらちょっとは金入ってるやんとか まあ言うて財布の中見たらなんか数万は入って数,、まあ、数万はないにしても数千は入ってるやんってだから最悪その,その日の飯代はなんとかなるやんとかあとまあ友達がいたらなんかまあ最悪その金が入るまでおごってもらうぐらいのことできるやんとかっていう考えがあるからそこまで切迫した状態になってないからそういうことが言えるんやと思うよほんまに切迫した状態を経験した人間だったらそれは絶対言えないからねはい。 だからほんまによくわからないね最近のそのアンチというかまあねそのアンチアンチというかねその宮迫氏のこともコムドットのこともそうやけどあの気に入らないとかこいつのやってること嫌いとかあると思うねんな誰でもそうもうその今挙げたその 2, つ2グループ以外にもどこに対してでもどんな人に対して <laughs> YouTuber 関係なくね芸能人でもそうだし あのもう一般の友達とかその仕事仲間でも何でもいいけどそういう人でもこいつのやってることのここが気に入らないって絶対あると思うねんなあるけどそ,のそれをねいちいちアンチしててもんなんやろなと思って <laughs> いや俺もうわざとそれやることあるよわざとそうやって文句言ったりとかしてネタにすることはあるよその,その場の場の喋りのネタとしてね誰かと話してる時にあいつのあれほんまキモいよなとかって言うけどそれ一人で ネチ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 っていうかさくちゃ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 さ誰かのコメント欄でさ書いたりしてんのもさダサいよなと思うよなそれやってる暇あるんやったらお前が同じステージに行けよっていう話やんよそれがいかれへんからさネチ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 くちゃ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 言うてるんやろって思ってねでくちゃくちゃやってくちゃくちゃやってほんまくちゃくちゃシコシコやってんのやろっていう話やねほんまにさかわいそうなやつやでなアンチってな はい、そんな感じでもう今日はもうボロクサスに文句言ったんで終わります。ーダークネスローズでした。バーイ。